はい、皆さんお元気でしょうか。今日は自宅での自撮りです。2本目の撮影に入っています。今日の話はですね、60代シニア夫婦、家の住み替えを考え始める。60代シニア夫婦、家の住み替えを考え始めるという話で、私の実体験に基づく話をしたいと思っています。夫63歳、会社員で再雇用中、妻61歳、パートの看護師。家は、築100年を超える古民家。無駄に広い。最近の妻の家に対する不満としては、冬は隙間風で寒い。夏は暑い。そして全体的に暗い。また、使ってない部屋が多すぎる。掃除が大変です。洗濯物を干す物干しが2階にあり、階段の上り下りが辛い。そして、とうとう飛び出した要求です。今の家を売って住み替えたい。この地域からも出たい。というものでした。まあ私自身は、まあ今の家が、終わりの、最後の家というふうになると漠然と考えていたので、まあ妻がこれほどの不満を長年持っていたということは意外でした。しかし、まあ、数年前からちょこちょことそういうことは耳に挟んでいたのは事実です。この家は私が生まれた家でですね、まあ、ご近所さんも幼少時代からの顔なじみです。とはいえ、今まで苦労をかけた妻の要求を全く無視するわけにもいかないのが現状です。しかし、住み替えとなるとですね、いろいろ考えないといけません。まず、今の家をここで建て替える。となると、やっぱり資金はちょっと足りないかなと思うことがあります。また、住み替えるといっても、マンションにするのか、一戸建てにするのか、まあ一戸建ても中古にするのか新築にするのかという選択があります。じゃあ、どこに住むんですかという話があると思います。地域性ですね。まあ交通インフラとかいろいろあると思います。じゃあ、肝心なのはやっぱり住み替えの資金というのはいくら必要なんだろうかというのも頭の痛い話です。じゃあ最後に、いつをめどに、その住み替えをするのかという話もあると思います。タイミングの時期ですね。タイミングの話です。まあ、改めて、60代シニア夫婦が、老後を暮らす家とは、どんな家が理想なんでしょうか、ということを考えてみました。先ほども言いましたけども、マンションなのか、まあ、一戸建てなのか、ということです。じゃあ、そこの移り住む家は、築年数ですね。これは何年いないをめどに、選べばいいのかということです。でもやっぱり、まあこれから年を取っていくわけですから、2階の上り下りが辛いという妻の考えをもとに、平屋がいいのかなというふうにも考えます。間取りはどうですか？まあ 2LDK であれば最低限いいです。でも子供たちが遊びに来たら、やっぱり 3LDK は欲しいかなとも思います。あとはやっぱり車移動がやっぱり必要なので、2台分、最低2台分のカーポートが必要かなと思います。あと、この北陸富山は今年も雪が多く降りましたんで、まあ、年末も大雪予想がちらほら出てますんで、家の前の道路には融雪装置があったらいいなというふうに思っています。まあ、年を取るということですので、やっぱりバリア施工、バリアフリーの施工があればいいなとも思います。インフラ関係でやっぱりスーパーが近くにあればいいし、病院や駅が近い方がいいかなとも思います。まあ最近流行りのエコキュートであるとか、オール電化の家がいいなと。やっぱり、この家は冬は寒いので、やっぱり断熱性能のいい住宅がいいなというふうに思っています。いやいや、その前にやっぱり住み替えの資金だと。まあ先ほども話に出ましたけども、じゃあ一体住み替えにいくらお金かかるんだということがあります。じゃあ、その住み替えの資金をどういうふうにして得るのかと。まあ、そもそも今の家はいくらで売れるのかということ。まあ、現在持っている金融資産をどれほど使えばいいのか。全部使っちゃやっぱりそれはリスキーだなというふうに。じゃあ、半分使うのか、3分の1使うのかというところです。じゃあ、そもそもこの家を買ってくれる買い手はいるのかという問題も大きいですよね。それから、この家を売ってから買うのか、転居先を買ってからここを売るのかの順番の話もありますよね。じゃあ、売れてから、ここが売れてから転居するまでの時間的な猶
猶予はあるのか。まあ、ここに、この家買いました。じゃあ、お金払います。はい、出てってください。いやいや、ちょっと待って、引っ越しの時間が足りません、みたいな話を心配しなくていいのかということですね。じゃあ、そもそも、でも、いくらで売れるかわからないのに、転居先を探していいのかという。じゃあ、いくらの家を買うんだということは、やっぱりこの家がいくらで売れるかということがわからないと、探せないでしょうと、物件の当たりができないでしょうと。それは1000万の家から3000万、5000万の家まであるわけですから、この家の、これを言った資金をそこに どれだけ投入できるかという、こう、川残業というか、まあ、事前の計算がないと、そんなことは動けないでしょうという話があります。まあ、というふうに考えることがたくさんあって、頭が混乱しています。でも、とにかくできることから始めましょうというふうに頭を整理しています。まあ、そこでですね、今の家を、売ったらいくらになるかという査定価格をですね、不動産会社に頼むということを実は昨年やっていたということを思い出しました。ちょうど1年前私がタイの駐在から帰って家で自宅隔離中だったので、非常に時間があったので、ネットでそういう査定を依頼をして、何社かはやっぱり実際家を見に来てもらいました。査定をしてくれた不動産仲介会社が3つあって、その査定価格をこう順番に並べてみて、大体その中央値をめどに、とりあえずこの家はこれぐらいで売れるんじゃないかというめどを立てました。じゃあ、この予算で買えるマンションはありますかというふうにちらっと見てみると、この予算だけで買えるマンションというのはありませんでした。マンション高いです。中古建ての、中古の一戸建てはどうかと。いや、確かチラシが以前あったなということで妻に聞いてみると、なんと妻は何枚もその中古住宅のチラシを持ってきました。いつから情報してるんだろうというふうに思いました。ではそのチラシの中からですね、今週末、実は今日なんですけど、オープンハウス、内見会をやっているところが、あるなということを情報収集して、じゃ あ週末一緒に見に行こうねと妻はルンルン気分の現在でございます。ということで今日午後からですね、内見会の家を含めて数箇所の転居先の候補地を探しに行くことになりました。まあバタバタした話で、60代シニア夫婦家の住み替えを考え始めるシリーズの第一弾、として、皆さんの記憶に留まればいいかなと思っています。事の進捗があり次第ですね、また続編第2弾第3弾を、送っていきたいというふうに考えてますので、こうご期待願います。では今日の話は以上です。皆さんも寒い中風邪をひかれず頑張っていきましょう。それではまた失礼します。